はいどうも、グッチャンネルのグッチです。ということでね、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、僕はもうなかなかバドミントンができない。そこでね、まあ、別にサッカーやってもいいんですけど、サッカーやってもいいっていうか、リフティングとかやってもいいんですけど、ただね、やっぱみんなとお話できる時間があった方がいいなと思ったわけですよ。で、まあ、生配信とかでいつもまあ僕ガット張りとかしてるじゃないですか。で、まあ、グリップ巻きとかガット張りとか、まあ、お絵かきとかしてるんですけど、まあ、実際に皆さんとあのリアルタイム生配信でトレーニングの動画をやるのはどうかなと思ったわけですよ。そう、皆さんなんかなかなかね、体力不足だよっていう方も出てますので、まあ、ちょっとね、メインチャンネルでそれをやれるかどうかわかんないですけど、まあ、サブチャンネルとかで生配信で体幹トレーニングを皆さんとやりましょうだったり、筋トレやりましょうだったら、僕もみんなに見られてるんで、それは頑張りますし、やっぱやらなきゃいけないっていうところまでやろうってなるんで、僕の意識のためにもやっていこうかなと思います。メインでもね、1回くらいやりたいんですけど、まあ週1でメインチャンネルの更新は配信はね怠らずにやるんですが、サブチャンネル結構頻繁にそういう配信だったりとか、ガット張りの配信もやっていきたいなと思ってるので、ちょっと皆さんぜひともご協力いただけたらと思います。もう僕は全然トレーニングの動画とか出していいかなと思ってるんで、まあ皆さんとせっかくなんで生配信でつないで同じ分数で、まあ僕のがきつかったらきついでいいし、まあ僕のが簡単すぎるならちょっとまあこいつ雑魚だなって思ってもらってもいいし、そんな感じでね、皆さんとやっていきたいなと思うんで、それに賛同する方はぜひとも高評価よろしくお願いいたします。他の方はまあちょっとね、高評価を押せるように、賛同できるようにぜひとも改心なさってくれればと思います。ということで、どんなことやってほしいかぜひともコメント欄に書いてもらえればと思います。あとは僕はこれから歌動画を出していきます。ちょっと恥ずかしいし、やっぱ自分が今手元でできることって言ったら、もうやっぱもうこれだけなんで、もう自分の体で何かここでなんかやるしかないんで、まあ、カラオケ行ったりとかできないですけど、もうここで何かできることやっていこうと思うんで、ちょっとね、歌ってみたっていう動画をね出していこうと思うんで、ぜひともねそういう動画も見てもらえればと思います。頑張って歌って、まあ皆さんにね僕の汚い声をお届けしようと思うので、そういう動画も見ていただけたらと思います。何回も同じこと言ったかもしれないですけど、これで以上で動画は終わりになります。サブチャンネル見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。